チュロス行ってた。うせやん。チュロスいるの？なんであなたそのとこいるの？困ったことがあったんかな。待ってる。どうだったんかもな。じゃあねカモから始まりましたが、ここはどこですか、あやちゃん。ここはバスティーユです。バスティーユにやってきたよ。バスティーユ、今日晴れなんでね、ちょっとそこに着きました、うん、そう、私たちの大好きな、てかマッシュがとても好きな防除広場に来たくて、ちょっと散歩動画ね。うん、ここにね、大きいモニュメントがありまして、これをこう行く感じですね。全部開いてますよ。こっちもいい感じ。おー、いいね。ずっとしたかったカフェ巡りを。そうやんな。でも巡りというか、カフェに行きたかった。そう、フランスのカフェがね、とにかくね、全部可愛いんですよね。可愛い。あ、ここも素敵なカフェやな。いい感じ。そう。ほんま、いいな。なんかさ、もう別にコーヒー買ってきてさ、ここのベンチでさ、うん、飲むだけでももうカフェ気分やでな、うん、もはや。そういう人おるしね、コーヒーちょっとだけ。うんうん。実際エスプレッソかなんか頼んで、そうね。こういうとこでスッて飲んでる人、休憩中とかな。おるおる。ああいうことしたいけどな、コーヒーがあんまり得意じゃないからそうやね、できないっていう。コーヒーやったらな、いろんなとこ巡れんのにな。そうやで、いいな、コーヒー楽しみたいんやけどな。そうやな、いい天気やわ。夏になるとみんなの服装が変わるやんか、うん、女の人がすごいさ、あの可愛いワンピースとかめっちゃ着るからさ、ついつい見ちゃうよな。ワンピース、いい季節ですよ、この季節は。可愛いワンピースの可愛い見み放題、いや見たってかみんな可愛いね。服装のバリエーションがすごいあって、街行く人ですね、それを見てるのだけでも楽しい。来た、ここですよ、おじちゃん。そうよ、こっちが防除広場。ここの道も好きよな。なんか入ったことないお店ありすぎてもうわからんわ。何のお店やろ。あ、子供服や。おお。行きましょうか。マシャビデオ。お、いいね。あ、おお。これはレストランなんやな。ああ、いいやん、ここも。いやね。そうそう、ここのさ、広場は、こういう、なんていう、回廊って言ってんかな。回廊がね、コの字の形になってて、で、ずーっとこんな感じやな、だから。そう、真ん中に公園がある。で、このあれですよ。ビクター・ユーゴのお家があったかなんかで、この美術館があるかなんかやつと思う。あ、すごい、中庭もあるんや。いい感じですね。あ、ほんまや、うっすーこるな、女の人。で、こっち行くと、はい、きれい。あ、そうやな、向こうってひっついてるというか、うん、あっち側からな、こうつながってる感じ。結構なんかギャラリーみたいなのが結構ある。うん、ほんまや、銅像がいっぱいあって、このギャラリー閉まってはる。あ、このカフェもいい雰囲気やな。店員さんの服かわいい。ほんまや、めっちゃかわいいな。かわいいなぁ。あ、あいちゃん、くまちゃんね。くまちゃん。え、みんなかわいすぎんくんさ。ここいいやん。ここに決めたやな。5番チェックやな。
最後半周回ってここにしよっか。どうしよう、外側のんがいいな。ここがカフェユゴだから、ビクター・ユーゴの名前を使ってるカフェ。有名かもな。え、あでもやっぱりあれやな、あ作品がめっちゃ、アンディ・ウォーホールみたいな作品があるぞ。ハリボーの、え、ほんまや、ハリボーが、ハリボーが水道から出てるっておもろいな。夢の子供の夢。あ、こういう静かなカフェ、あ、いいな、静かなカフェ。なんか前行った時はさ、もうロックダウン中というか、多分営業できへん時やったから静かやったと思う。確かに。うわ、すごいいい感じ。わあ。ケーキとかめっちゃ美味しそう。すごい。美味しそう。ここもいいな。おしゃれ。わあすごい、またまたあれやん、あの人の作品やん。めっちゃ大きいな。どうですか、もうちょっとどこにでもあるから見飽きちゃって。あ、そうなん。逆になんかトリックアート系やんな。トリックアートなんかな。まあでもちょっと不思議な、なんで建ててるんって思うような。そうそう、ここが可愛い感じの、なんかレトロやな。レトロ系やった。おぉ。レトロで可愛いんだよな。で、こっちよね。我らが大好きなダマンフレールがあります。あ、ダマンフレール。ダマンフレールありました。はい、やって帰ろう。うん。緑のここ回って、こっち行ったら、うん、さっきのぐるーっと一周回るって感じですね。あ、戻ってきた？うん、あそこ左曲がればもう。あ、そうなんや。ほら、やっぱ内側可愛いよな、ここな。かっこいい。で、この公園もまたいいんですよね。わー、すごい場所やね。ほんまや、ライオンがってやってはる。いや、晴れてきた。いいね。ほんま、これがなんかなんかパリっぽいな、この公園の感じ。確かに。パリはあれやんな、結構栄えてるけどさ、こうやって公園に緑もいっぱいあるから、それがいいな。うん。じゃあ、ルイ13世。ルイ13世や。ルイ13世いました。かっこいいですね。ここにしました。両方やめてこのパレットのとこにしようかな。結果なぜなら、はい、パレットはすごいデザートが美味しそうだったから、スイーツが美味しそうだからです。そうやね、おやつ食べに来ました。お昼は食べたからさ、お茶しようっていう気持ちやからね。おねずペソン。Avec plaisir. Vous voulez vous installer où? Oui. Ah, je peux choisir? Oui. Ah, aussi. Avec plaisir. Merci. Si vous désirez choisir des pâtisseries, n'hésitez pas à les voir en vitrine. Ah, d'accord. Merci.
ました。はい、でかわいい、これは何ですか？これ多分ね、マカロンっぽい生地のやつにフランボワーズが入ってるやつ で、お皿とさ、めっちゃかわいくない？かわいい、いいね。で、マッシュは何か、紅茶も頼んで、紅茶はここのブレンドの紅茶やって、うん、ブレンドティーで、多分これ追加のお湯じゃない？濃くなるから見て、このさ、この開けたらこんな、かわいい、あれなんや、こういうやつなんやな。熱ないな、よ、いや、めっちゃ熱い、すごい熱かった、よう触ったなと思ってめっちゃ熱かったのにみんなに見せるためやん我慢しちゃった。そうで、多分これに入れていったらどんどん減ってきたら足してたんちゃう。あ、そんな追加なんか初めて来たね。うん、さあ、あやちゃん、何ですかそれは？これは、このお店の多分特製のクレープみたいな感じのを頼みました。これ何やろな、チョコのチョコのあれ？チョコソースって書いてた。すげえ。でもこんなべったり来ると思ってない。なあ、めっちゃ甘そう。クリーム好き？生クリームすごない？いい？うん。じゃあちょっと食べます。ちょっとね、もうダイエットはなかったことにしようか。はい、今休憩中です。休憩中また始めますよ。どうですか？美味しいです。え、これさ、つけるんかな？そうちゃん、これつけてちょっと和らげてって感じちゃん。やば、これはやばい。あれ、吹っ飛ぶやつ、もしかして吹っ飛ぶぜ、吹っ飛ぶぜのやつですか？美味しい、濃いな。うん、で、緩和されんじゃん、ちょっとってた味？美味しい。あ、よかった。じゃあまずはこのオリジナルブレンドを飲んでみたい。はい。あー、美味しい。なんか上品な味わいやね。普通の紅茶と違う？うん、なんかちょっと香りがなんかね、爽やか。香りが爽やか、うん、ダージリンみたい。うん、あれ、アールグレイ系やと。めっちゃ硬い。あ、来た。硬いんや。やっぱマカロンやと思うねんな。あ、でも切れるやん。いただきます。うん、どう？吹っ飛んだな。見た目さ、うん、マカロン系からめっちゃ甘いんかなと思ったけどさ、うん、さっぱり。ベリーやからかな。うん、確かにピスタッシュって書いてた気がする。ピスタチオなんか。もうちょっと行ってみようかな。どう？ピスタチオ？うん、美味しい。美味しい。お皿とめっちゃ合ってる。ああ、はい、このお皿がめっちゃこの相性いい。わかります。合うわ。これも合うんちゃう？ちょっとそれいいわ。あ、これクリーム合うんちゃう？爽やかマカロン。どう？美味しい？うん、うん、フランボワーズいいな。めっちゃ爽やかじゃない？うん、なんかフランボワーズの味が、うん、全部をこう、なんやろ、甘みとかをパッと飛ばしてくれるね。いい具合にしてくれるよね。どう、かけた？やばい、誰って感じ。マシ書いてくれたん？決めるこれはないな。これ誰？あやちゃんから見えるマシはこんなにイケメンなんや。いや、いい、こんなじゃないけど。ミーチビーキ履いてた？なんか落書きしてます。でも、心地いいねんな、このカフェで絵を描くのが。うん、めっちゃ好き。
なんか来た当初はさ、カフェすら怖かったからさ。カフェでリラックスするなんていつになるよな。なあ、カフェにリラックスできるなんて夢にも思ってなかったけど、来ましたね。まあ2人やからな、より安心やな。2人やからよ。1人やったら結構ドキドキするもんな。なんかやっぱりなんやろ、自分のことに没頭したらな、怖いからな。まあ、体にいろんなもん巻きつけといてな、取られへんようにしてたら。確かに。かければごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。可愛い感じでしてる。飲み干しました。場所が入れ替わりました。はい。ちょっとね、見晴らしが変わった方がいいかなと思って、うん、変えました。いや、よかったね。めっちゃ過ごしやすい今日。いや、なんかゆっくりできた。うん、ゆっくりできた。いや、まあ、パリはカフェやで。あ、なんか確信みたいなこと言ってるけど、普通のこと言ってるみたいな。パリのカフェいいよな。うん、なんかもっといろいろ言って、ね、紹介できたらしてみたいね。そうやんね。じゃああとは最後、ジャマンフレールでちょっとね、お土産買ってシャッパ買って帰りましょう。自分たちやないですけど。あ、じゃあ行きましょうか。なんて日だ。あ、いい意味で、いい意味で、なんて日だ。My dreams to come true, hoping and praying one day that they do. Oh, I don't know how, and I don't know when. Just patiently waiting till then. Patiently. ゲットしました。今回はね、こういうパッとね、いっぱい入ってるやつ使います。あのいつもはこう匂いを嗅いだりして選べるんですけど、やっぱコロナ対策で今触ったり匂いとりができないんで、だからなんかね、いろいろ試せれるパックにしてみましたね。でも結構ハマってるよ最近、うん、お気に入りそれで見つけて。そうそう、そうで、あのお店の店員さん、うん、女の人がめっちゃ可愛いタトゥーしてて、うん、めっちゃ可愛いって話をしたら、なんか普通にお店あの商品買った後に、うん、もしかしてあの旅行者って聞かれて、あ、旅行者じゃないよって言ったら、あ、オッケーオッケーって言って、もし旅行者やったら、あの泥棒めっちゃおるから気をつけてって言おうと思っただけって。優しかったね。めっちゃ優しくない？うん、わざわざ、あ、ちょっと待ってって帰る前にみたいな。めっちゃいい人やった。なんか、があるからあれやね、その人も日本行ったことがあって、うん、すごいそのタトゥーが可愛かったから、めっちゃいいねって話したら、でも私日本行った時は隠したのって。なぜならやっぱ日本だとちょっと驚かれるかもしれないからって言って、うん、優しいな、優しい人やった。怒られるかもしれんから。うん、いい人やった。めっちゃ優しかったな。ね、優しい人めっちゃ多いんですよ。そう。ちゃんとそうやってな、言ってくれて。やっぱコミュニケーションやね。コミュニケーション。コミュニケーションや。コミュニケーション。はい、っていう感じの、今回はですね、もう一度お見せしますが、こんな素敵なボージュ広場でございました。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、ありがとう。めっちゃ楽しみ。 あそこちょっと見てみようか。じゃあねー。Patiently waiting till